今度パパとママと私の3人でどこかピクニックに行ったりしたいねって話。下の階層に降りることができないのがネックなのよね。ポップするモンスターが強いとピクニックどころじゃないから。いくつか良さそうな場所に心当たりはあるので、最新の情報と合わせてもう少し検討してみます。あ、それなら温泉とかどう？確か84層に温泉があるって聞いたんだけど。露天風呂でなかなか広くて気持ちいいって話だけど。その地形データでしたら、私が記憶している情報にも確かにあります。お湯の温度もお風呂として使用するのにちょうどいい設定になっているようです。ゆいちゃんがそう言うってことは、行ってみたはいいものの温泉がなくて空振りなんてことはないみたいね。それなら日帰り温泉旅行って感じでいいんじゃない？効能ですか？ヒットポイント回復とかのボーナスがあるかってことですよね。とりあえずそういうのは特にないみたいです。どのくらいの人がそこを訪れているかはわからないですけど、ただ安全性については温泉のあるあたりはちょうど安全地帯に指定されています。とりあえず決まりっていいのよね？それじゃ、早速準備をしてくるね。ん？温泉に行く準備をしてくるんだけど、何か問題があった？まさか SAO の中で温泉が楽しめるなんて思いもしなかったな。どうやら私たち以外には誰もいないようですね。当然露天風呂になるわけだけど、湯船って自分で作ったりするのかな？いえ、ここは岩場なので自分で穴を掘ったりはしないみたいです。ママの右側あたりにちょうどいいくぼみがあるようですね。お湯の温度もお風呂ぐらいになってます。
これね。なかなか広いじゃない。でもこれキリト君も一緒に入るしかないってこと？パパもママも一緒に入ればいいじゃないですか。濁り湯だから温泉の中に入っちゃえばお互いよく見えないんじゃない？いいも悪いも家族なんだから別に恥ずかしがる必要もないでしょ。わーい、みんなでお風呂ですね。私たちがお風呂の中に入るまでキリト君はこっち見ちゃダメよ。パパとママと一緒にお風呂楽しいです。あ、これだけ広いと泳げちゃいますよ。女の子なのにはしたない。まあね、実は私もちょっと泳いでみたかったりした。やりません。あ、すぐ端っこについちゃいました。飛び上がったりしちゃダメでしょ。キリト君、見た。まあそういうことにしておきましょうか。はあ、温泉ってすっごい気持ちいいです。ほんと来てよかったわね。キリト君もそう思う？温泉の効能なのかな。そのあたりのデータはちょっと見当たりませんね。あ、そうだ、パパ、ママ、いらない布ってありませんか？集めるとレア装備になったりするのかと思ったけど、そういうのもなさそうね。
これだけあれば十分そうです。ありがとうございますパパ。パパたちには内緒です。そうなの？ごめんなさい、いつかちゃんと説明します。さて、それじゃあそろそろ帰りましょうか。湯冷めしちゃったりすると良くないし。ないですよ。もう雰囲気よ雰囲気。せっかく温泉気分なんだから最後まできっちり楽しまないと。Thank you.